マジで今週きつくなかった？いや死ぬかと思ったわ。とりあえずね、U フェスが終わりましたね。来ていただいた方ありがとうございます。ありがとうございました。一応ね、いなり寿司買ってたから。いいやいらないんかい。いらないんかい。いやお前ダメじゃん。なんでこっちを。いやダメじゃん。じゃあマジやめて。何がお前何してんの。マジでこんなんダメ。それぐらいいいじゃん。お前こっちだよ。それぐらいいいじゃん。なんでダメ。ちょっとエビが、エビがちょっとエビ汁が出てる。そうやねお前ほんとに。何いや、そんなんさ、アレルギーのものって言ってんのがダメだろ。アレルギーの。いやマジで、ちょっと待って待って待って。 US とかさ、結構忙しいさ感じでやっちゃうじゃん。天丼ぐらいいいじゃん。いや、お絶対体調崩さないから。今この時間に、マジでこの時間にエビ食って倒れたまま行くとこないよ。悪いけど。マジで。マジで行くとこないよ。マジでちょっと待って。マジでこれ本当に。はい。これお前で言ってたじゃん。あの天丼食いに行くなしなって。なしだよ。後輩たちがパーソナリティなの。じゃ断れないんだって。後輩はさ簡単にさ天丼行こうぜって言われてさ。いや、嫌ですって言えないからさ。だから俺が言った後輩に、だから言い方が悪い。てんやは断って。みんなてんや好きなんだろ。違う違う、みんなは好きだよ。好きだろって行こうかって。違う違う違う、お前がダメなんだよ。なんで。違う違う、だからもう言ったからみんなに、てんやに誘われても断っていいぞって。富永さんに言われてるんでって言っていいから。エビ食いたい。エビ食いたいって。何一番好きなんだろう。何何が食べ物。うん、食べ物一番好きなのは答えのようにしてる。その前の日の夕飯が1位。うるなけえよ。取り続けなきゃ。違うね、人生っていうのはよくないと思ってるから。まあだけど、食べ物で言ってる人初めて聞いたわ。別のことでなんか聞いたことあるけど。え、じゃあなんかないの、なんか食べ物。今食べたいもの。うん、天丼。天丼じゃない。天丼。天丼とかなしで。なしでって何。昨日食った何。昨日食ったのはアヒージョ。アヒージョなしな、お前。この子。いいよ。じゃあそれじゃあもう天丼なしな。じゃあそういうことじゃないじゃん。アヒージョなしな。ちょっと本当に、じゃあアヒージョなしな本当に。わかった。で俺もこれで最後です。いやなんでなんで。ちょっとお前次ラストアヒージョでいいから。いい。え、アヒージョなしって言われて嫌じゃないの。でもしょうがないよね、カンタが上に。いやいやいや、いやアヒージョ一回だけ最後食わせって思わないの。死ぬまで食えないじゃん。しょうがない。エビ類なしな。わかった。なんでなんだよ。しょうがないじゃん。相方のエビ食えてんのか。無理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 。だってじゃあさ、俺がさ痩せたいですって言ったとするじゃん、うん、痩せたいけど一人だって痩せらんないから一緒にダイエットしてたらさするじゃん。まあ別に苦じゃないから、うん、でもだからもうしょうがない。だからエビ食わない。エビ食わないでしょ。だから俺も一緒に。俺もエビ食わない。同じものしか食べないんだよ。超うまそうじゃない。これ食っていいっすか。本当に食っていい。みんなの目を見てダメなんじゃない。いやそれはできない、視聴者には。だから早く座って。いや無理無理。座ってない。視聴者にそんな姿見せない。座るって。え、いやこれラストじゃダメなの。これラスト。うん、うん、別にいいよ。あー出た。俺が何にもできなくなるやつだ。優しいっていうやつ一番俺できないんだ。食って余白が。はい、きつい。さぞ食べたかったんでしょ。あ、もうそうなったら無理。俺そうなったら絶対無理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 。美味しいよ、エビ。ダメな。いや、だってカメラ回さなきゃよかった。いや、ちょっと待って。いや、エビ以外はいいでしょ。ダメな、全部。エビは食わない、わかった。エビは食わない。エビ食っていいよ、だからエビも食いな。エビはもういい。エビも食いな。エビはもう諦めない。え、ちょっとだからこれ食ってみんなに言えばもう一生食いませんって、エビ。うわぁ、嘘だろ。エビは本当に食べちゃダメだよ。いや、俺そんなことできないよ。エビ食べないこと。いや、俺天丼マジで好きなの、うん、え、天丼封じんのか、俺。でも、はじめさんラーメン封じてたよ。俺天丼封じれんのか。封じるか、天丼。マジでうまそう。え、かき揚げ。おいしい。かき揚げって、その天丼にするときにはこうしなしなになってるのがまた合うよね、ご飯に。うわ、ずり、マジでずり。おいしいぞ、天丼。うわ、やべやべやべ。
天丼ほんといい。もういい。なんか天丼の話、天丼の話しんじゃん。締めよう。おいしい。天丼食べません。エビいいの？いらない。おいしい。うわうまそう。めっちゃうまいのね。俺の分もみんな天丼たくさん食べてください。みんな天屋に乾杯いたら俺にリップしてください。罰金100万。いやいいでしょう。何が？いいでしょう、うん、俺が店屋にいるところ見た人いたらこの子、うん、俺にリップしてください。もう100万円にしよう。みんなに何か還元する。ああ、いやいいっすいいっすよ。もうほんといかないわ。でも最後に食いたかったな。盗撮はダメだけど、カンタが店屋にいる時のみ盗撮して OK です。いやもう思いっきり頭殴っていいよ。いや、お前じゃなかった時どうすんだよ。オラーってやった時に、おいって。文慶さんで、おい、すいません。いや、お前に似てる人めっちゃいるんだろう。それでさ、なんか俺濡れ衣に着せられて100万払うことだよ。マジかわかんない。それでもいいです。ダメだよ。で、ちょっとそこはもう決めたわ、俺は、はい、アレルギーのものは食わない。お、素晴らしい。はい、じゃあサブチャンネルでした。ありがとうございました。え、俺はいつまで天丼食べたの？一緒。